少し1番の菰田が前と車間を空けておりますか。3番手が5番の津村、4コーナーを立ち上がってきたところで、ここで津村が行きました。赤番周回に入るところ、さあここでまずは津村が前を抑えに行く。1番の菰田はここは車を下げますか。3番の群れがちょっと絡むような感じも見せているんですが、結局は菰田が車を下げています。後ろから押さえたのが5番の津村、そして車を下げたのが菰田、そして菰田が4番手からもう一度ここでかましていきました。ジャンガマシは1番の菰田翔吾、ここで四国勢が再度主導権を握りました。送り出して津村が3番手を確保。さあまずはここ1番の菰田がかける流れ、追走が室井、そして3番手を確保して5番の津村、人気を集めた津村が3番手から巻き返してまいりますか。最終の2コーナーからバックストレッチ、3番手ここで5番車の津村がまくっていく。3番手からまくっていって5番の津村、津村がここで先頭に変わる。追走が来たの、そして絡まれながらも4番の島野、島野が懸命に3番手を追っかけていって4コーナーを回ってくる。先頭が5番の津村、津村先頭でゴールイン、2着には2番の北野か。